皆さん、明けましておめでとうございます。460フォトラボラトリー所長の IXE460 です。今回の動画が2021年最初の動画となります。本年もご贔屓にしてください。よろしくお願いします。で、今回の動画なんですが、ついにというかやっとというか M1 Mac Mini をついにポチりました。いやー、本当ようやくですよ。一体いつまでに2012年モデルの MacBook Pro を酷使するんだって感じでしたが、ようやくセミリタイヤをさせることができます。もともと年が明けたらインテル Mac Mini を買うつもりでしたが、昨年秋に M1 Mac Mini が出たのは本当にラッキーでした。無理をして2018年モデルのインテル Mac Mini を買わなくてよかったなと思ってます。そこでですね、今回ポチった M1 Mac Mini なんですが、こういう仕様でポチりました。メモリーを 16GB に変更し、 SSD を 512GB に変更、そしてファイナルカットプロ10は後から買うよりも安かったので、ファイナルカットプロ10もついでに購入しました。これで iMovie を卒業することができます。ストレージなんですが、ライブラリー関係は外付けストレージに保存するので 256GB でも良かったのですが、今後 4K 動画の編集もやっていきたかったので、こういう仕様になりました。で、気になるお値段の方なんですけど、124,080円税込みです。いやー、この値段でね、あの性能なら十分お安いでしょう。 M1 Mac Mini になってようやく Apple らしさが戻ってきました。ここ5年ぐらいはね、完全にぼったくり価格でしたからね。到着までは2週間ぐらい待たないといけないのですが、まあ今までね、待った時間に比べたらどうってことはないです。届いたらレビュー動画を上げますので楽しみにしていてください。ということで、今回の動画はついに M1 Mac Mini をポチったという動画でした。最後までご視聴していただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。